USJ に新たにオープンするドンキーコングカントリー。ドンキーコングをテーマにした世界初のエリアで、来月11日にオープンすることが今日発表されました。アトラクションは、ゲームでおなじみのトロッコに乗って、暗闇の中ジャングルを駆け抜けるドンキーコングのクレイジートロッコ。レールを疾走しながら障害物をかわしたり飛び越えたりして、ジャングルの中を冒険しているような感覚が味わえる仕掛けが散りばめられています。ゲームに登場する黄金の神殿や壁の装飾はドンキーコングの世界をリアルに表現していて、細部までこだわった内部も見どころの一つです。楽しみすぎてね。マリオみたいになっちゃう。11日で。ああ、惜しかった。また1ヶ月後来ないといけない。マリオの世界を再現し、2021年にオープンしたスーパー・ニンテンドー・ワールドは、ドンキーコングエリアが加わったことで、およそ 1.7 倍の広さとなり、ファンの期待が高まっています。